やあ、刹那圭介だよ。借金も無事返せましたと。特に喋ることないか。いや、なんかちょっと、なんか喋ることないかなって思って、ちょっと振り絞ったけどさ、なんもないね。借金返せたけん、ちょっと平和な日常。これなんか面白いもんないかな。全然見ようになったけど、なんか面白いもんないかな。ないかな。ないか。あ、高い値段をしたナイトソードをお買い上げいただいたお客様のことを見てみよう。フェードルさん、最後の力を振り絞り33のダメージを与えました。こういう人にこそナイトソードがふさわしいと私は思います。続きアヤムさん、飛剣ツバメ返し、ナイトソードみたいに重そうな名前の武器でよくツバメ返しができるものです。素晴らしい。リカ、女の子まで大きく振りかぶって26のダメージ。リカっていう女の子で大きく振りかぶってるっていうパワフル、素晴らしい。高い武器を買ってもらいただいた人にこんなちょっと大盤振る舞いな言動。ダメージでかいな。400なんぼって久しぶりにこんなダメージ与えた気がする。さて今日は一応ロングソードは定番。こっからバス、雷鳴剣もう一本。ここでフリーズブレード混ぜよう。前のトレンドで売れるとか言ったもんね。でもってバスタードソードも交えつつ、やっぱナイトソードも入れると。よっしゃ、このフォーメーションで行こう。昨日と変わったところはフリーズブレードが増えたことです。お、あ、やっぱロングソード来て、俺でも雷鳴剣は相変わらず売れるんだな。なんで雷鳴剣が売れるかっていうちょっと事情聴取とかしてみたいな。ちょっと、お、でもってフリーズブレイドも4だっただけに売れますね。あ、あれ？フリーズブレイド2連チャン。嘘。フリーズブレイド案外売れるか？これはちょっと、いろいろ考えてみな。で、雷鳴剣、ロングソード当たり前。なんかぐちゃぐちゃってきた。ぐじゃぐじゃってきたやつは、これのどれでもないやつを求めてきた感じなんだろう。んで、ナイトソード、女の人が買っていった。ナイトソードは女の人にとって、ちょっと重そうな武器とか、そういうタイプじゃないのかな。それでもないんかな。名前的になんじゃ、でっかいイメージがあるんよ。騎士が使う、ちょっと大ぶりな、あ、海賊みたいなんが、ナイトソード買っていった。お前にナイトソードは合わんと思うわ。お客さん差別をするのは良くないけど思うけどさ、見た目的なイメージやな。フリーズブレード売れるな。いい感じ、いい感じ。フリーズブレードやな、これ。ちょっと、掃除する暇がない。バスタードソードが逆にちょっと売れるようになった感があるんじゃないかな。おっとっと、待って。よいしょ。ちょっと最近よく売れるけん、お、猫と戯れる暇がないんだよ。お、今日も3万いくぞ、これ。いいね。あ、ナイトソード。なんか女の人多いぞ、ナイトソード買っていくん。なんで女の人がナイトソード多い、買っていくん多いん。男は度胸、女は愛嬌って言葉あるけど、もしかして逆の時代なんかな、今。男の方が愛嬌あって、女の人が度胸あるって、なんか嫌やな。共済化やな、もうそんなん。あんな美人な見た目して、案外共済化なんかな。共済化って結婚しとるかは、まず分からんけど。だってロングソードって逆に男性ばっかやもん。おっと、終わった。今日も3万超えたな。
おもう少しで4万いったんで。惜しいな。売り上げ本数がまず増えとんもんな。これは来たぞ。増築した甲斐あったで。やった、5万なんぼに増えた。やったね。おい、スーパーシェフ。やったよ、俺結構売れよるわ。お次。はい、昨日言った通りの女子力。なんか今日は結構嬉しいな、この顔文字がさ。よし。一つ思ったことがある。こいつに手を出してみよう。レア、情報量の方な。ただ問題はね、何を手に入れるかなんですよ。この4種類全部知らんわ、俺。何に使うもんとか全然知らんわ。ちょっと興味あるけん頼んでみようぐらいやけど、ちょっとどれにしようか。ちょっと最後に回そう。音楽の話して、あ、待てよ。情報もらうはいいんやけど、鉱材買わんかったらあかんな。鉱材バリバリ買ったらどんだけお金減る？まあ、そんなに減らんのかな。いけるかな。それより、あと、石の方も。属性の石、バスタードソード、フリーズブレイド、バスタードソード関係ないのにな。もう、ファイヤーはもう作らんと思うな、次は。フリーズブレイドと雷鳴剣を増やすために、ちょっとそのあたりの鉱材を増やすか。アイスを3、4にしとこうか。で、サンダーも4か。待てよ。よう考えたら、サンダーで思い出したけど、確か、あれ？ここら辺におらんかったっけ、誰か。取引の人。あれ？あ、おらんかったっけな。取引の人、どこかおらん？あれ？取引の人。あ、この人じゃ、この人。バスったらこっちやな。もう一人の方が、なんとかランスの人や。こっちじゃ。よっしゃー、取引成立。でもって、それで、打つ子。まあ、ナイトソードを作るための素材が手に入ったと。依頼させてくれんのよな、これ。いつまでだっても。なんでやろうな。取引に使ったけもっと増やさなあかんってことになるわけなんで、サンダー石器を買うと。新しい取引の内容は？ナイトソードで。ナイトソード3本持ってなかったっけ？あ、ないわ。てか、こんだけバンバンやんよったら、ちょっと、取引ばっかやんよったら、今度はなんか、売り上げの、売るための武器が減っていくやん。ちょっと厳しいんか。ダマスカス鋼とか、あ、ちょっと興味あるな。こいつらは、なんかいつも同じこと喋るよな。もうネタ切れなんかな。うん、お金とか変わってないやな。まあ、借りんけどな。もう借りんけどな。もう一人取引しよった人がおったはずなんやけど、おらんようやっとる。で、千と千尋がおるけど、そんなん雇わない。でもって、コンサルティングしてもらおう。ちょっとお金が余裕があったかいな。あ、余裕があったけどさ。こいつのレアアイテム情報を買うつもりでおったんやけんさ、あんまちょっと消費するにまずかったけど。けどちょっとね、自分を追い込むっていう意味でちょっと頼んでみようかなっていう心の中があるんですよ。どれがいいかな？なんか俺コードギア好きやけん、ランスロットって名前ですごい興味があるんよね。やってみよう。よっしゃ、ありがとう。ありかがわかった。仲介ギルドを通して入手することができる。じゃ、それ依頼するやつのやつじゃない。ちょっと待って、それ依頼するやつじゃない。依頼させてくれん状態で情報とか知ったって何にもならん。それ、ダメじゃない。2万損した気分になりました。はあ、2000円も高い気分になってきた。おいおいおい、ホーリーランスが激アツだぜ。ホーリーランス祭りだぜ。なんそれ、ホーリーランス。こんなん作って覚えないぞ俺。ホーリーランスなんか、この銃のやつ。
ホーリーランス打って打って売りまくれの状態になってしまった。いやそんなん持ってないのに。でそれ以外のやつが下がってもうた。火炎草とかが売れるような時代になってきてしまったか。厳しいぞ明日から。お金バンバン使ってしまった状態でこの厳しい現状が来るってちょっとまずない。さてどうする。ホーリーランスって何なの。その前にさないわな。やばいぞ。火炎草が4ってことでこいつを打っていくスタンスにしていった方がいいと見た。難しいぞこれ。こいつか。持ってないな。10本いこう。こいつに頼るしかないかも。いやちょっともう2つかな。制作回数15回やって意外と作っとったりした。さて厳しいな。ナイトソードは作っておくか。定番武器みたいな感じになってきたね。あ、クレイモは作成可能になった。ナイトソードの上位しかこれ。スコットランド人が使用した剣やって。なんでスコットランド人なん。ようわからんけどナイトソードのさらに上が出てきたぜ。すげえな。なんかちょっと一個作ってみたい感があるけどやめとこうそれ。そんなに財政厳しい、財政豊かになってないもん。5本あれば十分なんよナイトソードは。それよりもこっちやな。なんかちょっと売れんようになってしまったって聞いたら、なんかそんなに作る気がなくなってきた感はあるんやけど、それでも売るしかないのが今の現状。7本追加。そうか、これ、家事費用とか考えてなかった、俺。やば。ロングソードは最低限作っておかなあかんか。お金が。なんか、めちゃくちゃお菓子買う少年のお小遣いみたいになってしまった。やべえ。やばい、ロングソードとか少ない。火炎草さえ売れてくれると別にいいやけど、良くないわ。そんなに良くないわな。やばい、財政的に厳しいな。やばいな、明日そんなに売れる気がせんぞこれ。やっぱミスったこれ。ミスった。クレーモーだ。クレーモーは出てきた。やば。今ちょっと黒猫とシンクロしとった。下に降りるときシンクロしとった。まあ、そんなことどうでもいいんだ。やばいぞこれ。ランスロットって名前に騙された。情報があるな。販売価格7500円。これ1本売れたらもうすごい価値になる。価値っていうか売り上げになるで。攻撃力高っ。25から37って。何これ。ナイトソード消費せずにバス…ってないわ。それはちゃうな。ナイトソードから進化させるタイプのやつで、すごいな。一本売れただけですごい。こういうのポンポン売れたら魔王は結構早く倒せるんだろうな。やばー、50円やって。リアルに低い値段になってしまった。やーべえ。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。